コルト M1900 はアメリカ合衆国の銃器メーカーであるコルトファイアーアームズ社が銃器デザイナーであるジョン・ブローニングの協力を得て開発した自動拳銃である。一般的には38オートの名前で知られ、後にコルト社によって開発された自動拳銃の祖となった銃である。当項目では改良型の M1902 とその派生型である M1903。 および後継拡大型の M1905 とその発展型についても合わせて記述する。名前の通り1900年に発売されたアメリカ合衆国製としては初めての自動拳銃で1890年代以末にコルト社はブローニングと提携関係を築いており彼の設計した自動拳銃をもとに細部を修正1897年に設計を完成させたものである。 口径は38口径、使用弾薬は 38ACP 弾で重心長は6インチであった。この銃にはパラレルルーラーロッキングと呼ばれる小取りコイル機構が取り入れられており、1896年に特許が取得されている。これは撃発時にバレるとスライドが一体化したまま交代し、バレルがリンクによって引き下げられることによってバレるとスライドのロックが外れ、 灰、はい、鞘を行うものである。この方式は閉鎖解除の際にバレルを加工させるリンク部分が2つあり、これがパラレルの名前の由来となっている。消耗がセーフティになっていることが特徴の一つに挙げられ、この設計はブローニングによるものではなく、コルト社側の発案である。この方式は操作が簡単で安全装置がかかっていることを確認しやすいとされて、いたが、 実際には、作動が不確実で、解除操作がしづらく、初段装填の際にスライドを引いた際に誤作動させ、安い、と不評だった。このため、後部に指をかける方法ではスライドが引きづらいという、意見があったこともあり、M1900 の後期生産型では、スライドの差し掛け溝をスライドの後部から全部に移動させている。最後期の生産分では防発防止のための激震の、 改良が行われ、工場段階でサイトを固定して、安全装置としての機能を廃止したものが製造された。M1900 はその先進性から市場で注目を集め、上述の安全装置の問題等はあったものの、好評を博して大きなセールスを獲得した。激鉄の形状により、大きく2つのモデルに分類でき、1900年から1903年に、 かけてにモデル合わせて4274兆を生産した。その内訳は、撃鉄が大きく後方に張り出したハイハンマーと呼ばれるタイプが約3000兆。撃鉄の張り出しが小さく先端が丸められた形状のスタブハンマーと呼ばれるタイプが1270兆余りである。アメリカ陸軍は1899年に回転式拳銃に代わる次世代の拳銃として、 自動式拳銃を求めてトライアルを開始した。コルト社も同年11月に M1900 を持ってこれに応募した。翌1900年には5月には実用試験用として陸軍が100兆を購入、同年5月から6月にかけて納入された。さらに同年9月にはアメリカ海軍が250兆を発注、10月の末までに納入された。12月には 陸軍よりさらに200丁が追加発注され、翌年1901年2月までに納入された。この時、正式の座をかけて争ったのが、ルガー P08 の先祖、ルガー M1900 である。一連の試験で、M1900 は特に耐久試験と過酷状況、使用試験で優秀な成績を収めたが、安全装置の確実性をはじめとして、まだ改良の余地があるとされ、 正式採用はなされなかった。アメリカ軍のほかイギリス軍をはじめとして、世界各国に売り込まれ、いくつかの国では実用試験を受けたが、いずれも、リボルバーに比べて安全性に問題があるとされ、採用例はない。コルト M1900 にミリタリーモデル M1900 を、アメリカ軍、及び、イギリス軍での実用試験の結果を受けて改良した、もので、元来は、 アメリカ軍でのトライアル向けに M1900 の改良型として開発されたものだが M1900 が民間市場で大きなセールスを獲得していたことから民間市場向けにも製造・販売された改良点としてはスライドストップの追加、ライヤードリングの追加といったものでアメリカ軍から保持を確実にするためにグリップを下部に延長しそれに合わせて 最低一発分相談数を増加することが求められたため、グリップフレームを延長して相談数を一発増加させている。この新たなモデルには、ミリタリーモデルの名称が与えられた。民間向けモデルは激震を改良した以外は、M1901 から引き継がれた構成で、スライドストップがなく、グリップフレームが従来のモデルと同じ長さとなっている。民間向けモデルには、 スポーツモデルの名が与えられた。なお、両モデルを比較した場合、ミリタリーモデルは、グリップ部が大型化された分、スポーツモデルに比べて1.5オンスほど重かった。上述の2形式に加え、M1900 と、同じく激鉄の形状の差とスライドのセレーションの位置と、溝の形状によって、大分類され、さらに表面仕上げとグリップの素材による仕様の差がある。 激鉄の形状には、激鉄が大きく、後方に張り出した、ハイスパーハンマー、張り出しが小さく、先端が丸いスタブハンマーに、加え、張り出しの小さいロアープロフィールスパーハンマーの3つの、モデルがある。セレーションは、スライドの全部にあるものと後部にあるものとで位置が2種類、あり、パターンは縦横に、格子状に刻まれたものと、縦に、虚子状に刻まれているもの、 2種類が存在した。後に M1900 にミリタリーモデルの名が与えられる M1900 の改良型は1901年12月に最初の試作品1兆が納入され、軍の審査を受けた。審査の結果翌1902年1月には実用試験用として200兆が発注され、同年7月には2回に分けて100丁ずつが納入され、 1903年までの12ヶ月の実用試験の結果、各種の改良により、M1900 で不満足とされた点を十分に解消できているとされたが、アメリカ軍が、米西戦争におけるフィリピン戦の戦訓から38口径では、対準威力が不足しているとの結論に達していたため、自動式拳銃として優秀な性能であるが、威力不足であるとして、正式採用はなされなかった。 これを受けて、コルト社では、後継拡大型の開発に着手することになる。M1900 には、アメリカ軍の他にもいくつかの国で調達された。最も大口のものは、メキシコ軍、ついで、チリ海軍である。しかし、この2カ国も含め、軍政式としての大規模な導入は世界いずれの国でも行われなかった。生産数は、 ミリタリーモデルが1902年から1928年12月にかけて1万8000兆余り、スポーツモデルが1902年から1907年7月にかけて約6900兆である。M1903 ポケットハマー撃鉄の張り出しが短い初期生産型のラウンデットハンマーモデルと張り出しの大きい通常生産型のスパーハンマーモデル周囲には M1902 や M1905 も展示されている1903年に、開発された M1902 スポーツモデルの単重心モデル。重心長を6インチから4.5インチに短縮し、全長は7.7インチとなった。M1900、M1902 と同じく激鉄の形状やスライドのセレーションの位置と溝の形状による複数のモデルがあり、 さらに表面仕上げとグリップの素材による使用の差がある。生産は1903年に100兆を先行生産することから始められ、本格生産を開始した翌1904年から1929年にかけて2万9000兆余りが製造された。M1903 は、商工が個人的に購入して、私物として使用した以外には、アメリカ軍での使用例はなく、 やはり正式採用はなされていないが、民間市場では、ある程度の人気があり、メキシコに輸出されたものは、メキシコ革命において、メキシコ軍とその多核武装勢力に数多く、用いられた。また、1920年代には、フィリピン警察向けに輸出されている。なお、名称の、よく似ている、コルトモデル1903ポケットハマーラスとは、後継、使用弾薬。 内部構造などが全く異なる別の銃である。コルト M1905 アメリカ軍の軍用拳銃には38口径をしのぐ大口径のものが必要であるという要求に対して M1902 をさらに改良発展させたものが1905年に完成した M1905 である。口径は45口径に変更されており使用弾薬は 45ACP 弾である。この銃は世界で最初の45後継自動拳銃であった。M1905 は基本的には M1902 の内部構造をそのままに重心と薬質を拡大したものだが、45ACP 弾の強烈な反動に耐えるため、M1900、1902ではバレル交段の上部にある3列のアイラグを下部にも設け、 スライドとフレームの両方で反動を受け止める構造としている。M1900 に同様、激鉄の形状や表面仕上げの違い、グリップの材質等が異なるいくつかの仕様の他に、本体のみのノーマルモデルとホルスター兼用のショルダーストックが装着できるピストルカービンモデルがあった。1904年9月より開始された設計作業は、 翌1905年には完成し、同年6月にはアメリカ軍正式採用。45口径拳銃のトライアルに参加すべく最初の1丁が納入された。1907年1月より開始された軍のトライアルにはノーマルモデルとピストルカービンモデルの両タイプが提出され、いずれも優秀な成績を収めた。軍の評価では最終選考に残ったルガー P08 の 45後継型に対しても優越しているとされたが、安全装置の不足など、実際は P08-45 に対し問題があるとされた点も多々あった。しかし、自国開発の銃を優先したいというアメリカ政府、軍の意向とコルト社によるロビー活動もあり、M1905 はトライアルに参加したものの中では最優秀であるが、 正式採用とするには未だ改良点が残されているという結論とされた。これに対してコルト社は M1905 にコルト M1903 の機構を取り入れた45後継型自動拳銃の開発に着手した。M1905 はアメリカ軍をはじめとして軍隊での正式採用はなされていないが45後継の大口径弾薬を使うオートマチックピストルとして 話題となり、民間市場向けとしても生産されて販売された。民間市場向けの生産は1905年9月下旬から10月上旬にかけて開始され、最初の製品は同年12月に出荷されている。1905年の生産開始から1911年の生産中止までの生産数は約6100兆である。このうち、 ピストルカービンモデルとしては440兆が製造されているが、実際にショルダーストックホルスターとのセットで出荷されたものは408セットである。M1905 に対するトライアルの結果による軍の改良要求に対し、コルト社は1907年9月にまずは M1905 の5インチ重心型にグリップセーフ機とローディングインジケーターを追加した M1907 を設計し、 同年10月より製造を開始し、翌年1908年3月に200プラス7、蝶が製造されて納入された。1908年9月から10月にかけて行われた試験の結果、安全性や操作性の面から問題が多く指摘され、アメリカ軍は安全性、操作性の面で、さらに改良したものを提示せよとの決定を下した。 フォルト社は返納された M1907 に回収を加えたものを再度提出し、これをもとに1909年にはスライドとフレームの構造を変更して強度を向上させ、重心のロッキング機構をバレル引き下げリンクが2つあるパラレルルーラーロッキングから単一のリンクのみを持つ構造に変更した M1909 が23丁製造されて試験用に納入され、 さらに1910年2月には、M1909 のグリップの角度を84度から74度に変更した M1910 が8丁が製造されて、納入された。M1910 は、最終的には、マニュアルセーフティを追加したモデルが試作され、これが1911年のトライアルで、最終選考で、サベージ社のサベージモデル1907を抑え、M1911 として、 正式採用される。M1907、M1909、M1910 はいずれも試験用に少数が製造されたのみだが、アメリカ軍が試験後に払い下げ品として放出したものがごく少数民間市場に流通しており、コレクターの間で高値で取引されている。歴史群像シリーズ、アメリカ軍用獣パーフェクトバイブル P121、M1905 の内部構造の図。 ありがとうございます。